K スタジオ卓球教室にぜひお越しください。よろしくお願いします。お待ちしてます。はい、どうもひっくんです。本日もひっくんチャンネル見ていきたいと思います。よろしく。はい、今ここはね、あのオレンジ鍼灸整骨院に来てます。うん、はい、アシュー君、今カメラを持っていただいてるんですけどね、あの腕がすごいしんどいこれはい、ごめんね。はい、すぐ終わるんではい、はい、今日なんですけど、動画撮ってるのは、他でもありません。最近ね、私ね、太ってまして、知ってる、はい、だいぶな、だいぶ太ってきてて、なんか久しぶりに会う友達もなんかだいぶ丸くなったなとかそう、性格がじゃなくて体格が悪くなったな、見た目の問題がね、そうそうで言われることが多くて、で飲み会の席とか、そのよく行く店の、うん、あのマスターとかお客さんにもよく言われるんですけど、うん、昔の写真を見せたんですよ。昔の写真見せたらめっちゃかっこええやんって、この写真めっちゃかっこええやんって。でひーくんも痩せたら、ヒク痩せたらもうモテるやんってなってあ、そうみたいな。なかなかのお世辞やと俺は思うけど、まあでもなんかソムリエ時代の写真とか見せたらめっちゃかっこいいなって言うて、少なくとも今よりかっこいいって言われるんで、ね、はいはいはい、だからそのヒク痩せたらもう絶対モテるでって言われたんで、ちょっとね、もう痩せようかなと、うん、今の身長と体重は、身長は167センチで、うん、体重が多分75キロぐらいなんですよ、うん、なんで、あの3ヶ月経ったら、その3ヶ月がかりで痩せようと、うん、3ヶ月、うん、で僕今日が2月の今日は2月の、10日2月10日、はい、なんで、あのもう来週の月曜から始めます、はいはい、明日からじゃなくてもう月曜からです3連休からキリがいいんで、はい、そっから数えて 3、うん、そう3ヶ月なんで、つまり5月12日か、5月12日までやろうと。で僕のダイエット の、 あの方針は至ってシンプルで、あの食生活自体は変えないです。変えない、おう、なんで一番の問題と思うけど、一番はその食生活って言ってもあれで、あの普通に食べる量は変えへん、うん、で、まあでも飲むもんは変える、あのビールとかは控える、はい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 、でもう角ハイボールとか、はい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 、そっち系、もう甘いものはもう飲まへん、あそっち方向に変えて、で、あとは運動量増やします。あ、じゃあ日本酒とかはなしで、あの焼酎とかそう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 にすると、そういう感じで変えていきます。多分これだけでもだいぶちゃうんですけど、そこにあの運動量を増やして、うん、あのもう減らしていこうと、物理的に減らしていこうっていう感じです。私の今の体型についてね、ウエストと体重を測っていきたいと思います。あ、まあ、まずはね。で、うん、俺ほんまにダイエットだしたことないんですよ、ほとんど。あ、そうなの。一回だけあるけど、あのほんまそれっきりで、あの、うん、もうほんましたことないから。へ、そう、だからどんな感じになるのかっていう。で、まあ多分3ヶ月結構辛いんですけど、だから辛くならないように食べる量は減らさんとこうっていう方針です。で、飲む量も減らさないです。ただ飲む内容を変えます。で、あとは運動量を増やす、これだけです。なるほど、はい、これで成功するかどうかっていうのを見ていきたいと思います。私の周りの方々はもうそれで、その3ヶ月のダイエットで10キロ落とすことができたら、あのいろいろとご褒美をいただけるみたいです。はあ、約束していただきました。はあはい、なので、あのそういうのがないとちょっと頑張ろうってならないんで、ひくん、あのごめん、え、痩せられへんかったらどうなの。なんもない。いや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 、なんもない、それはなんもない。いや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 、ただ失敗しちゃって、うん、まあでも成功させるだけやからちゃいまんがな、うん、成功したら確かにいろいろもらえますわ、分かる分かる、おんせやな、うん、なんもない、できなかったわ、なんもない。いや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 、だからあのお前は言ったこともできんのかってなるだけやから、でそのね、何かしらのペナルティーがなんもない、うん、あってもいいんじゃないですかね、そういうのはやめとこうじゃあウエストと体重を測っていきます。はい、はい、現在のね、ひーくんのお腹周りがこんな感じですね。さあ、こうね、3ヶ月後どうなってるのか。よっしゃ、こっち向いてくれ。いや、体、全身全身。うん。大丈夫？これ引っかかれへん、YouTube。大丈夫？大丈夫？よし、じゃあ、まあ、これ、2月が、2月10日。まあ、こんな状態で。94。え、うそやん。え、そんなに？うそやん。うん、あ、93。やば、え、88じゃなかった。93。やっぱ。あ、取ります。はい。はい。
そしたらよいしょ体重測っていきたいと思います。何度か銭湯で測るぐらい、うん、でなんか家で体重計ないから測るようないな、うん、だから俺体重確認するとき銭湯かここしかないっていう買えよ面倒面倒や体重計ぐらいあるやんドンキとか面倒やんそれだけのために買うって嫌やん。いやえてかない普通家体重計壊れてからもう放置壊れてなんか知らんけど電池入れてもう反応せんくなって欲しなれへんか体重計、うんうん、どうやろうな、あんま必要性を感じてなかったよ。だからこんな太ってるやん。まあな、うん、さあ、乗ってきます。はい、73.6 73.7 まあ、ほぼ74キロ約74キロです。なので、まあ、74としようか。74やな、うん、74を、64に10キロ減で頑張ります。14か。おー、いける？ 3 か、まあだから1ヶ月約3キロちょい、3.3 キロぐらい、まあ、肝心なこのお腹周りやから、このお腹周りをどうにかして、であと顔をちょっとシャープにできる、それがいいんやけど、顔をシャープにするってまあまあ難しそうやね。お腹より顔をシャープにする方が難しい。いやでもまずあれちゃう、さっき普通やっぱ腹って最後に落ちるやん。ああそうか、結局だからさっき顔に来るんちゃうか。顔に来るのは多分走ったりとか、うん、そうやね、走ったりとかせんと多分落ちひんやろうから、うん、そうやな、うん、そこやな。いやー、うん、10年前のハンサムの俺に戻りたい。ソムリエバリベリの時の、バリバリ、そうそう、バリバリの時の、お酒作ってた時のそうそうそう、いや、あの時は一応まあまだ良かったけどな、うん、確かにあの時結構タイトめのなんかピチッとしたやつ聞いてたもんな。だって俺あれで今日家の片付けしとって、うん、この T シャツいるってお母さんに聞かれて、いらんね、さサイズ見てたら S サイズやって、おで今着てんのあれで O サイズやで、ね、L とかじゃなくて L の1個上やから、ああO サイズ着てんの、ね、そういや O サイズちょっとでかいねんけど、その L は L でもちょっとな、ちょっときついなって感じるくらい、もうだいぶ自分を甘やかしているという状態やな。うん、いやー、まあじゃあちょっと今からね、ちょっとアシメ君に見てもらったトレーニングをやりたいと思います。うん、まあまずはやっぱりこうね、さっきちょっと出したんやけど、このね、まあ、腹筋ローラーと、まあ結局腕立てです。うん、いや、まあ、それをやっていきましょう。うんうん、これね、そう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 、膝ついてね、そう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 、でもっと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 前に、はい、ちょっと無理やって、もう目の前にこれあるよ。うん、はあ、はい、ウィーンと腕もっと、ま、前、はい、戻す、そっから戻す、はい、 OK、 これ10回、はい、2、はい、戻す、きつ、はい、3 はい、 OK、 戻して4、はい、戻して、きつ、これいける？マジできつい。はい、5、うん、えい、ちょっとこれストレッチマットよりはめっちゃ痛い。そうね、膝になんかしかなあかんねん、これ、ごめん。いやでもちょっとこれ管理はマジで、うん、これ毎日10回あったら効きそうやろ。多分明日死ぬほど筋肉痛になると思うけど、これってなんかほんまに腹に効くのかめっちゃ効、だって効いてる、今効いてない。いや効いてんねんけどさ、なんか俺の持ってた腹筋と全然ちゃうからさ。あ、そう、うん、まあでもこれは結構内側、中の方に効いてくるからさ、インナー系か。あ、そうじゃあこっちの方が絞れんのか。うん、なるほどね、わかるわ。うん、これあげ、うん、ちょっと貸します。これで上げんの。そう、上げる、こうやって上げて、そう持って、そう、そこ持って、で左右右に振って、右に、そう、うわ、きつ、はい、左、うわ、きつい、やばい、そう、足にね、こう重りを乗せた状態でやってるんだけどね。いや、きつい、マジで、はい、左右、はい、そう、ああ、この顔になるよね、この顔になる。はい、はい、OK、いい、下ろして、みたいなことをね、これがやっていくと。マジでこれ、うん、これね、腹筋の横腹に効くから、これは効くわ。これ毎日できるかな。
まあ多分1日あったり翌日は腹筋痛すぎて何もできひんやろうから、明日切りですやろこれ。頑張っても2日に1回ちゃうか。そうやな、2日にいやまずはそのコロコロで1日10回やって、そうや、ね、朝やったら夜これできそうじゃない。あ、そうやね、あ、分けるのがいいと思う。分けた方がいいな、きつね、この足のこの重りもね、ちょっと貸すから。これはすごいわ、うん、これね、やってみるわ。はい、お疲れでした。いや、お疲れ。ほんまにショックでした。あの、自分の腹があんな出てるとはね。あの、自分気づきらしらなかったんですか。いや、あのね、自分のその家の鏡とかでは見るけどさ、うん、あの、あれ近いやんか。 あんまその遠くからわからんわけよ。あ、はいはいはい、はい、その近くで見るのと、そのちょっと話して見るのってちゃうね。全然ちゃうなと思って、いや、これちょっとほんまにショックだったな。客観的に見るとちゃう、普通におっさんやなと思った、もうパッと、うん、あれ多分小学生見せたら100人中100人がおじさんって言うと思う。それはもう孫子っておじさんやからね。すでに言い訳のしようもなく、うん、そう、なんか足べこ曰くね、僕お腹以外の筋肉はちゃんとついてるらしいんですけど、そう、あのね、腹筋だけがいいように弱い。ぐさ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 ね、だから変な姿勢になってるんだよな、うん、だ、体幹さえ鍛えたらそれは卓球も絶対うまくなるし、うん、あ、もういいことずくめなんじゃない。体重も落ちて動きも良くなって腹筋もついて体幹良くなって、うん、うん、そうやな、これはもう卓球につながる意味でもかなりやっていくべきだよな、うん、だからちょっと足を借りたちょっとトレーニング機器をちょっとうまいこと活用して、うん、あのダイエットしたいと思います、うん、まあもちろん走り込みもちょっとやるんですけどね、うん、最初走るっていうよりちょっとあのウォーキングしようって、歩くからやな、うん、その走、いきなり走ったら続かないんで、うん、あのウォーキングを30分ぐらい。あ、そうやね、30分ぐらい。あれ確かあれやったっけ、20分以上で脂肪燃焼になれたっけ。まあ俗にね、言うけどね、うん、まあまあまあ目安としてそんなもんでいいんじゃないっていう、うん、だからちょっとね、ウォーキングをしっかりやって、で、これ定期的にね、ダイエットしてるところはあの動画にしますんで、うん、あのとりあえずこれはもう始めますっていう宣言動画ですね。あの自分に勝つためにね、はい、皆さん見ましたからね、うん、いや、あとできればやっぱ体重計買ってさ、あの逐一こう自分で測ってさ、うん、それを上げた方がいいと思うで。まあ、確かに分かりやすいし、あ、まあでもまあ毎日上げるとこう結構ちょっと、ああ、まあその動画撮るたび、だから週1ぐらいでいいよ、うん、そうやね、週1やな、うん、まあそんな感じでやっていきたいと思います、うん、はい、まあ皆さん、僕はもしね、ダイエットに成功したら皆さん何を、プレゼントいただけますでしょうか。そしてダメだった時はみんな何を言ってやろうか。もうブログも何もここのコメント欄もこいつのやってるツイッターも全部もう大炎上させてあげてください。もう全員でデブバッシングをしやったらもう全然、いや、まあルッキズムクソくらいの、うん、さ、え、でもさ74から64やったらまだ可能な範囲だと思う。例えばこれを50キロ台乗せるとかだったらこうかなりこうボクサー並みのトレーニングするのかよけど、うん、うん、まあまだ10キロぐらいなんで、その1ヶ月に3キロ痩せれたらまあいいペースなんで、そういうことですよ、はい、まあそんな感じでやっていきたいと思います、うん、さあね、ご褒美か大炎上か果たしてどうなるか、まあ、とある人はね、あのシャンパン開けてくれるらしいです。お、はい、まあ、それでリバウンドしないようにね、あのちょっと余裕持ってね、あの10キロを痩せるって言ってるけど、まあ、あのよく言えば11キロぐらい痩せたいな。ああ、そう、気持ちな、うん、そう、気持ち目標な、達成したら食ってまうよ、うん、その分回せてもうちょっと余裕持って11キロぐらい痩せる、はいはいはい、なんで63キロか、63キロ目標に、うん、まあ最低ラインは64キロっていう感じでやっていきたいと思います。 OK、うん、では皆さんありがとうございました。いや、頑張っていきましょう。お疲れー。